お待たせいたしました。京都競馬第7レース、3歳以上1勝クラス、芝外回り 1400m 戦。1番のナインフォーファイブが除外になりました。13頭立てに変わっています。変換があります。ご注意ください。芝の向こう上面、ゲートインは順調で14番、クーファイザナミ。最後にゲートへ向かいます。収まって。スタートしました。若干3番アンクルテイオーが後ろからになりました。横一線の中からまず10番クイーンカピオラに出ようとしますが、内から2番ジュランド、5番アマービレ、2頭が上がっていきました。先段は3頭です。4番手のインコース4番ダノンシティ、1馬身後ろ11番のスワーブドン、8番ベルザスカが並んでいきました。2馬身差中段に構える6番ギルフ、9番モーンライト、外は14番クーファイザラミ。3頭1段坂を登っていきます。2馬身3馬身がいて12番マテンローリーは内から7番ノーセキュリティ、後方より坂の頂上から下り8着を切っていきます。3馬身がいて後方から13番アークフリゲート、3番のアンクルテイオー、後ろは2頭が並んでいます。坂を下って4コーナーのカーブ、前は広がってダノンシティ、そして2番のジュランド、5番のアマービレ、3頭が広がるように4コーナーのカーブ、馬群の内目からは10番クイーンカピオラに徐々に前を狙って上がっていって、外回り4コーナーカーブから直線、先段外目に11番スワーブドンです。内目から4番わずかにダノンシティ先頭ですが、外から11番スワーブドンがこれをかわしに行く。間からは10番クイーンカピオラに外に持ち出して12番マテンローリーバ、馬群の内目から6番ビルトゥースも追い上げてきていますが、前が一気に広がって外から12番のマテンローリーバが伸びてくる。内目から連れて9番ムーンライトも追い込んでいますが、12番のマテンローリーバ抜け出してゴール。2番手には最後さばいて追い込んできた9番のムーンライト。3着争いが最後で広がりました。外からは11番スワーブドン、そして8番ベルザスカも足を使って追い込んできて、3着争いは広がっています。馬場の真ん中よりも外目に持っていった12番マテンローリーバ、広がっての追い比べになったんですが最後差し切っています。勝ち時計1分22秒3、上がりタイムゴールまでの 800m が46秒9、600m は35秒2です。2番手には最後9番ムーンライト、このマテンローリーバよりも内から追い上げてって広がった3着争い、ここは8番のベルザッカに11番スワーブドン、バグンの最内に入ったのが4番ダノンシティ。3頭広がった3着争いが今ターフビジョンに映るところですが、この3着争いはわずかに8番ベルザッカが優勢で5着まで到達順番3まで出ました。京都の7レース1着は12番のマテンローリーバです。差し切りました藤岡雄介騎手の手綱。2着に9番ムーンライト、3着に8番ベルザッカ、4着11番スワーブドン、5着に4番ダノンシティと上がっています。芝の 1400m で1分22秒3という決着タイムになりました。7レースが終わっています。制したのは12番マテンローリーバ、藤岡雄介騎手、6レース7レース連勝となっています。確定まではもうしばらくお待ちください。京都競馬場第8レース3歳以上1勝クラス、ダート 1400m 戦、出走メンバー16頭です。上空はすっきりと晴れ渡りました。開催最終週の京都競馬場、今16番京和ドリブンが収まって全馬ゲートに揃ってスタートしました。わずかに13番テレーザ、好スタート、外目から出ていこうとしますが、内からは5番のナブラバッチェリも先行策ダートに入って、2頭の間から9番ティワルキャリア、これも前に上がっていきます。まずは5番ナブラバッチェリ、9番ティワルキャリア、2頭が出ていきました。3番手に10番デンコーリジエールがつけていきます。すぐ後ろ内1番レッドブロンクス、3番名将正姫並んでいって先段、1馬身差13番テレーザ、14番グレートバローズ、魚市水槽4番バーニングソウル、内から2番ルドンカズマです。1馬身差中段からは7番 SK アタランタ、15番コパノカーリングが外目から3コーナーを目指していきます。1馬身後ろ12番 Z セントラル、中段後方
3、4コーナー中間へ向かうところ、6番のトモジャ・アルマンド、後方の追走、後ろから4頭目です。外から半分差、8番マジックスピーチが行って、内から11番ハニエル、後方集団で、最後方16番京アドリブンの展開。前は広がってきました。ナブラマッチェリが先頭ですが、黄色い帽子の2頭、デュアルキャリア、電光リジエル、タオツネに行って3頭が広がって、直線に向かいました。内を狙って1番レッドブロンクス、やや外へ持っていった3番名将正姫、一気に前の争いに加わってきて、その後ろから12番Z セントラル、中段から追い込んで200を切りました。前は入れ替わって10番天候リジエル、わずかに先頭ですが、内に持ち込んで2番ルードンカズマ上がってくる、外から3番名将正姫、さらには12番 Z セントラルも上がってきていますが、10番の天候リジエル、天候リジエルがそのまま打ち切ってゴールイン。2番手争いが最後で広がりました。12番の Z セントラル、3番名将正姫、2番ルドンカズマ、これに最後に11番ハニエルが差し足を伸ばして加わってきて、2着争いが4頭でもつれるような格好になっています。しかしこれを尻目に10番天候リジエール、今日は前で競馬をして追い比べから直線抜け出して押し切っています。団の大勢騎手の手綱。2着争いですが、内に持ち込んだ2番ルドンカズマ、12番 Z セントラル、この間に入るように11番ハニエルが最後伸びてきて、さらに3番名将正姫広がっています。10番電光リジエル、まず抜け出して2着争い、今ターフビジョンにも映りますが、12番 Z セントラル2着優勢。3着争いがどうでしょうか。2番のルドンカズマに11番ハニエル、この2頭が 3,4 着を争う形、内から3頭目という体勢になった3番名将正姫、最後で遅れを取ったように見えます。8タイム1分23秒8、上がりタイムゴールまでの 800m は49秒1、 600m は37秒1です。京都競馬場第9レース、ハニーステークス、2歳オープンリセット競争、芝外回り 1800m 戦、8頭立て。緩やかに風が流れています京都競馬場。2コーナー奥に長く引き込まれたシュート、最後に8番ワールドリバイバル収まってスタートしました。外から8番ワールドリバイバル、スワッと出ますか。しかし制して4番ピンクカメハメハ、今日も先手を取りに行きます。2番手以降はまだ固まっています。3番シュバリエローズ、外に5番ギャラントウォリア、2番手3番手、4番手のインに2番ワンダフルタウンがつけて、周回コースのバックストレッチに出ました。ここで4番ピンクカメハメハ後ろを離しました。3馬身4馬身とリードを取っていきます。短期先頭です。離れた2番手に3番シュバリエローズ、3番手は5番ギャラントウォリア、4番手に2番ワンダフルタウンがつけています。この1馬身後ろ6番コティノース、内に1番のジュンブルースカイ、後方寄りの追走、2馬身差後ろ2頭並んで7番レベランス、8番ワールドリバイバル、この内に入る形です。外回り3コーナーのカーブ、坂の頂上にかかります。先頭4番ピンクカメハメハ、馬群を引っ張って残り800を通過、 1000m の通過は1分1秒4と上がっています。リードは今3馬身から4馬身、2番手には3番シュバリエローズ、外には5番のキャラントウォリア、並んで2番手3番手、残り600、徐々に差が詰まってきます。4番手インコース1番ジュンブルースカイ、2番のワンダフルタウン真ん中、この外から6番フォティノース、集団外を回って一気に動いていきましたが、ちょっと6番フォティノース外に膨れてしまいました。4コーナーをカーブして直線に向かってきます。4番ピンクカメハメハを3番のシュバリエローズ、ここでかわして1馬身リード、2番手広がって外に持ち出した、2番のワンダフルタウン内を狙って1番のジュンブルースカイ追ってきて200を切りました。その後ろに5番のギャラントウォリアです。前は3番シュバリエローズ、1馬身のリード、内から追い詰めに行くジュンブルースカイ、外は2番のワンダフルタウンですが、3番のシュバリエローズ先頭ゴールイン。2着は1番ジュンブルースカイ、3着に2番のワンダフルタウンです。離れた2番手から先んじて抜け出した3番のシュバリエローズ、内から1番ジュンブルースカイ、外から2番ワンダフルタウンが迫ったんですが、この2頭の追撃を抑えました。
新潟2歳ステークスを経験して挑んだこのオープンハリステークスで今後へ向けて大きな1勝目を掴んでいます。わずかに遅れて1番ジュンブルースカイが2着で、3着2番ワンダフルタウンです。3番1番2番勝ちタイム1分48秒1、上がりタイムゴールまでの 800m は46秒7、 600m は34秒4です。京都競馬場第10レースコトステークス3歳以上3勝クラス芝の外回り 2400m に12頭ゲートイン終わってスタートしました。まずはスタンド前へ向かっていきます。真ん中から促して6番の進路先端取りました。早くも1馬身抜け出します。2番手以降1番レオビヨンド、2番シークレットラン、2番手集団の一角に5番アンティシペイトです。わずかにかわして9番ステイパーシスト、2番手から先頭を伺うような勢い、集団にかけて7番ラ・クローチェ、4番サウンドバーニング、外には12番のスバルナ、後方寄りから11番マスターコード、内に3番ビッセン、後ろ2頭8番フィールインラブ、10番ベイビーステップと続いていきます。ゆったりとした流れ、1コーナーから2コーナーに移ります。6番のシンボ先頭で逃げました。今日は逃げの手リードを1馬身、2番手に9番ステイパーシストが続きました。2番手から1馬身半差、2番のシークレットラン、3番手この外に5番アンティスペイト、4番手インに1番レオビヨンドが並ぶ格好、先段で向こう正面へ出ました。体半分差で11番マスターコードが続いていって、1馬身差中段から徐々に8番フィールインラブ、馬群の外に持ち出して徐々に前へ押し上げようとしています。この後ろに7番のラ・クローチェとなりました。2馬身あって後方より12番のスバルダ、内から4番のサウンドバーニング、後ろから2頭目が3番ビッセン、10番ベイリーステップ、わずかに1番後ろです。坂の頂上を目指して外回り、坂の上りです。仕掛けていった8番フィールインラブ先頭に立ちました。リードを1馬身くらい取っていきます。残り800を通過。2番手に上がってきた5番のアンティステイト、このインに6番のシンボ、2番手3番手です。間から2番シークレットラン、4番手後位外目に7番ラ・クローチェ、これも徐々に上がってきました。残り600、徐々にピッチが上がります。その後ろからマスターコード、スバルナ、馬群の中に入る形は3番ビッセン、中段後方インコースが1番レオビヨンド、前は固まって馬群が広がって4コーナーカーブから直線に出てきました。馬場の4分どころに持っていった2番のシークレットラン、わずかに先頭か、外からアンティスペイト、ラ・クローチェ、1番外馬場の6分どころから12番スバルナ、上がってきて残り200を切りました。内目からビッセン、大きく広がっての追い比べ、内からビッセン、シークレットラン、外から間から追ってくるラ・クローチェにアンティスペイト、外から12番スバルナと追っているが、2番シークレットランにアンティスペイト、ラ・クローチェ、2番シークレットラン、シークレットラン、ゴール、わずかに2番のシークレットラン、追い比べを制しました。これを追い詰めに行った5番のアンティスペイト、そして7番ラ・クローチェ、わずかにこれらは 2,3 着の体勢と見えます。そして9番のステイパーシスト、ゴールの前、ゴール目前でジョッキーが馬を降りました。競争中止となっています。大きく芝コースを伝って追い比べだったんですが、真ん中から2番シークレットラン、グイッと最後出ました。川田優雅騎手、そして5番アンティスペイト、わずかに遅れた2着で、3着に7番ラ・クローチェ、2番5番7番です。勝ち時計2分26秒3、上がりタイムゴールまでの 800m は47秒9、 600m は36秒0です。重賞競争のファンファーレが青い空、そして大きな淀のスタンドへと響いていきました。京都競馬場11レース第63回毎日放送賞スワンステークス G2 芝外回り 1400m 戦、今年は16頭、1着馬にはマイルチャンピオンシップへの優先出走権が与えられます。向こう正面ゲートインスムーズ、16番ステルビオを収まってゲートイン完了です。スタートしました。ほぼ揃いました。何が行きますか。10番ボンセルビーソ、内から3番ロケットが行きました。追っていく4番勝地、前の2頭です。
3番手広がって1番のサウンドキアラ、2番アドマイヤマーズ、外は10番ポンセルビートと広がります。すぐ後ろ先段外目16番のステルビオが行って7番ベステンダンク、中段前に14番アルーシャです。外は12番プロディガルさん、13番キングハート、外回りコースへ向かっていきます。2馬身差、中段よりも少し後ろ9番のカテドラル、5番名称オーパスが行って8番レインボーフラッグ、並んでいった15番スマートオーリン、残り800を切って坂を下ります。後ろから2頭目、6番シバージ、最後方11番タイムトリップです。 3,4 コーナー中間に向かいます。わずかに先頭、ここで4番のカツジ、しかしリードが詰まってきました。アドマイヤマーズ、外から動いていったプロディガルさん、ボンセルビースト、前が広がって池垣の向こうから直線コースへ向かいます。内を開けてわずかに4番勝井先頭を粘っていますが、プロディガルさん、アドマイヤマーズ、ボンセルビースト、外に持ち出してステルビオ、内を狙って名称オーパス、サウンドキアラ、その後ろ中段からの追い込みはアルーシャ、カテドラルですが、残り200を切って先頭振り切れるか。4番勝井リードを2馬身半追ってくるボンセルビースト、外から16番のステルビオが追って、アルーシャ、カテドラル、外からシバージを追ってきますが、先頭は勝井が押し切った。ゴール、勝地が押し切りました。外から16番のステルビオ、差を詰めましたが、前で競馬をした4番勝地、押し切って復活の2つ目の重賞タイトルです。その後3着争いが広がって、この圏内に2番アドマイヤマーズ、そして追ってきた14番アルーシャ、さらには7番ベステンダンクも加わって、3着争いが広がりましたが、これを尻目に4番勝地、岩田安成、騎手押し切りです。大外からは6番シバージも差を詰めていました。勝ち時計1分21秒に、上がりタイムゴールまでの 800m 45秒7、 600m は34秒3です。4番勝地が前から押し切って2着、16番ステルビオ、3着が広がりましたが、ここは2番アドマイヤマーズ、3着優勢か。離れた外から14番アルーシャに6番のシバージ、猛追しましたが、わずかに体勢振りと見えます。今4番勝地の鞍上、岩田康成騎手、左手を突き上げてガッツポーズが出ました。岩田康成騎手、これで JRA の重賞98勝目、初コンビの勝地を久々の重賞タイトルに導いて、 G1 への挑戦権を堂々つかみ取りました。京都11レース、スワンステークス G2、 3着まで到達順が出ました。1着4番勝地、2着16番ステルビオ、3着2番アドマイヤマーズ、4、5着争い写真判定です。確定まではもうしばらくお待ちください。京都競馬場最終12レース、3歳以上2勝クラス、スタート1814頭。日が西に傾いてきました京都競馬場。来週からは例年とは違って西日本の競馬の舞台は阪神となります。改修工事前ラストウィーク、土曜日の最終レース、スタンド前14番キングレイスターが最後に収まって、全馬ゲートの中落ち着くのを待ちます。係員が一瞬ましたが離れてスタートしました。ちょっとばらついたスタート。4番の北高暁押して先手を取りに行きます。黄色い帽子2つ、7番メラン、8番サンライズホープを前の3頭が抜け出します。2馬身後ろ10番モーニングサン、11番帝王ケインズはこの外5番手、6番手インコースに9番ブリッツシュラーク、1コーナーのカーブへかかります。集団内に1番の友野小鉄、そして2番メリリアンローグが続いていって、前がばらけて1コーナーから2コーナーです。先手は4番北高暁が取りました。リードを体半分、追って7番のメラン、8番サンライズホープ、外3番手前3頭向こう正面に出ていきます。この外4番手から押し上げようとする10番モーニングサン、前の4頭が広がって向こう正面を進んでいきます。4頭から3馬身差ができて、9
9番ブリッツシュラーク内に入って2番メリリアンローグ、外に11番帝王ケインと3頭です。2馬身が空いて1番トモのコテス、5番のヘブントゥナイト中段で並んでいます。また2馬身が空いて13番マンハッタンロック、3番のペイシャンノリッジ、3コーナーを目指していきます。2馬身差、後ろから3頭目6番の鈴鹿デレア、後方2頭14番のキングレイスターと12番のヒーロメープルとなっています。3、4コーナー中間に向かって依然前3頭、4番北高若月先頭ですが、外から8番サンライズホープ接近していきます。ちょっと苦しくなったか、7番のメランが交代かけになりました。4コーナーカーブ、前の2頭に帝王ケインズ、外から合わせようとして4コーナーカーブ、2馬身くらい後ろ10番モーニングサン、4番手直線に向かいました。前3頭4番北高赤月が粘るところ、外から11番帝王ケインズ一気にかわしていく。これに応戦して8番サンライズホープ2番手、残り200を切って後方勢追い上げはペイシャノリッジ、6番鈴鹿デレアですが抜けました。11番帝王ケインズ、3馬身4馬身と差が開いてサンライズホープ2番手、帝王ケインズ快勝で今ゴール。2着には8番サンライズホープ、最後差してきた6番鈴鹿デレア、3着で続いています。後位追走から4コーナー、前を行く2頭に並びかけに行って直線追い比べから一気に抜け出して決めました。11番帝王ケインズ松山公平騎手、最後は悠々後続を3馬身4馬身突き放しての快勝。かわされてからもしぶとく粘り込んだ形、8番サンライズホープが2着、後方から差してきた6番鈴鹿デレア3着で続いています。11番8番6番の順、勝ち時計1分50秒3、上がりタイムゴールまでの 800m は49秒1、 600m は36秒7です。